青野恵子は、日本の元女子、プロレスラー。LLPW に入門し、1995年2月10日の後楽園ホール大会における対レオ北村戦でデビュー。2001年9月に遠藤瑞希、カルロス天野とユニットダッシュを結成。ブラックジョーカーや GMAX と抗争した。2002年6月15日のカズラスタジオ大会でブラックジョーカーに勝利し、6人タッグ王座を獲得した。選手会長を務めていた時期もあったが、2004年3月31日付で LLPW を解雇された。フリー転向後も、青野はネオ女子プロレスやガールズドアに素顔で上がっていたが、同時進行で別の姿で JWP 女子プロレスに上がっているという噂が立っていた。そして2007年4月15日の JWP 後楽園ホール大会でエコ対コマンドボリショイ対東重キバレオンのマスカラコントラマスカラスリーウェイマッチが行われ、エコが敗戦した。エコがマスクを脱ぎ、正体が青野恵子であることが明かされた。素顔に戻った後も、青野は JWP 所属としてリングに上がり、2007年5月13日にはリングネームを宿舎とに改めた。2010年9月19日をもって JWP を退団し、再びフリーとなる。2011年、井上京子が社長を務めるワールド女子プロレスディアナの旗揚げに参加し、同時にリングネームを本名の青野恵子に戻した。現在は JWP タッグ王者時代に青野のパートナーだった堀田由美子が率いる堀田暴走軍に加わっている。2014年2月9日、デビュー20周年興行を開催した。2015年よりマスクドさんと共闘。2018年10月7日、後楽園ホール大会にて、長島千佳代とのシングルマッチを行い引退。ありがとうございます。